どうも。今日はね、9月の8日日曜日、時間が朝の8時ちょっと前ぐらいかな。京都の知人ご夫婦とね、ちょっと食事でも行きましょうという話で出てきております。前のあの春に丹後半島へ食事に行ったトライアンフボバーの知人ご夫婦になりますね。もともとはボバーと R1200 で2台でちょっと前回の積み残した宿題をしに行こうということでお話が進んでたんですけども、奥様が仕事休みで家にいらっしゃるっていうので、ほっといてええんかいなっていう話をしたら、じゃあ3人で食事に行きましょうというふうになって、合流地点に向かっております。多分ね、知人ところの車に便乗して移動することになると思いますけども、そこまではとりあえず R1200 で向かっております。左ルートを選びなんですけどね、前を自衛隊の車が走っております。弾薬かな、なんか火薬系を運ばれてるみたいですね。ご苦労様です。それで縦貫道の方へ向かいまして、この辺りはね、私が大阪の北摂に住んでた時にまだ作ってた基礎を作ってたりとかしてた辺りなんですよね。当時はそんな興味もなくて、何作ってんやろうと思ってましたけども、この道路だったんですね。ということで、京都縦貫の大井のねインターを降りまして、前回と同じ合流地点のコンビニに向かいます。はい、到着でございます。まあまあ、オートシフターのセンサーが動いたり動かなかったりするから、交換、要交換やけど、結局、はいはい、ちっちゃいユニットが10万するんやった、はい、あ、でもオートシフターついてたんですね。そう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 、だからまあまあ余裕があったら次、点検の時にも、うん、焼いてる。はい、R で今ぶつけました。マジックすぎました。吸った？いや、R やったらな。ああ。お疲れ様でそう、脱いでる。
どっかの島根、島根のラーメン、じゃあ鳥取のラーメンかちゃうな。比べたら、ね、もう記憶から消し消してるから、これでいいかな。